土井選手お疲れ様でした。お疲れ様です。久しぶりのスタメンということもあって非常に緊張しましたけど、まあ、ピッチの選手の全員が集中して立ち上がりから非常に町田らしいサッカーをした中で、まあ、結果0対0で終わってしまいましたが、まあ、自分たちらしいサッカーというのは見せれたんじゃないかなというふうに思っています。ファーストプレーは非常に大事だと思っていますし、試合に少し離れた分入りというところは本当に意識してたんで、まあ、そういう意味ではこう一発目のプレーというのは非常に集中しながら入りました。前線の選手は強度高い選手だったり質の高い選手が多い中で、まあ、こうやって出れる場所があるってところでサイドバックで出れたっていう部分では、まあ、非常に本当プラスに捉えてますし、まあ、やっていく中でこうサイドバックのバランスだったりとか本当成長したいなっていう、自分のプレーの幅を広げる部分でも本当にサイドバックってポジションが今では楽しいですし、まあ、一つでも試合に勝って試合に出れるよっていう部分では本当に良かったかなっていうふうに思ってます。もともと前線からプレッシャーだったりとか対人のところっていうのは、まあ、自信自分の中ではある方だったので、よりこう最終ラインのポジションで、奪うっていうポジションなので、まあ、そういうところでこう非常に見せれる部分があるし、まあ、本当に自信持ってやれてる部分でもありますし、まあ、あとはこうやっていくうちにいろんな、アタッカーだったりとかレベルの高い選手とマッチアップしていく中でよりもっと、強くならなければいけないっていうふうに思ってるんで、そこは練習から非常に負けないように意識してプレーします。プライベートでも結構仲がいいんで、まあ、そこは話してますけど、サッカーのことだったらやっぱりゆきさんは、自分より、一回り二回り長くやってる選手ですし、いろんな経験をしてると思うので、まあ、いい時だったり悪い時っていうのを経験していく中で、まあ、アドバイスもらったのは本当腐らずやってれば誰か見てますし、1年間っていう長いシーズンの中で、まあ、絶対にチャンスは来るから、チャンスを来た時にどれだけ自分のプレーをして、やっていければこの先、自分にとってプラスになるし、それが自分の、成長にもつながるかっていう話はいただいてたので、そこは腐らずやってました。今の状況だったら、翔平君が隣にいて守備のところでチャレンジ&カバーだったりっていう連携は取ってますし、ゼルビアの攻撃っていうのはこう後ろから始まると思ってるんで、そうサイドバックの、ボールの起点ってところで、まずスタートする場所だと思ってるんで、そういう意味ではこう、前に入れる縦パスだったりとか斜めに入れるボールっていうのは非常にワンタッチツータッチで少ないタッチで入れれるように、攻撃の起点になれるようにというところはサイドバックというポジションで意識してます。そこは本当思ってますし、まあ、一番は、チームの勝利のためにプレーするってところなんですけど、まあ、やっぱりそれがやっぱり結果につながればいいかなというふうには思ってますし、一日も早く取れればいいかなというふうには思ってます。まあ、前回引き分けてしまいましたが、今回の群馬戦ではホームということで本当に、いろんな人に、スタジアムに足を運んでほしいですし、そういう中で自分たちらしいサッカーをして勝ち点3を届けますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。